ちは、平岡に来ております。今日は、サイレント楽器、サイレントバイオリンとかサイレントギターとかサイレント系のもの、まあ、今外に出れないんで家でどれだけ遊べるかなっていうのの検証ということでいろいろ楽器弾いてもらおうと思います。じゃあ最初に小野さん、はい、サイレントブラスですね。サイレントブラス、消音器です。消音器、トロンボーン、はい、じゃあまずトロンボーンを普通に吹くと。普通に、はい、私は立ち位置を変えないように。ガツッと吹くとこんな感じ。ガツッとでかっ。もっといけるかもしれない。なんかね、あれだわ、あの部活の時のグラウンドで聞いてたわ、その感じ、うん、はい、二十数年前ので、それにつけるとサイレントをつけると、じゃあ一回つけます。うん、コンバット。全然鳴ってない、マジで。じゃあ吹きながら入れてみますか。うん、つけるおー、マジでなくなるんだ。へえ、うん、でヘッドホンもつけれるんだっけ。つけます。ここの真ん中の穴に差してあげると。そうです、そうです、そうです。こっちじゃなくて、あ、そっちは、別ですね。あ、息抜きか、こっち、はい、でこっちがイヤホンですね。イヤホンつければ今の音が聞けると。実際に鳴ってるような感じで、リバーブとかも立てるんです。素晴らしい。これトロンボーンだけ。いえ、トランペット、トロンボーン、ホルン、ユーフォニアム、チューバー全部あるん。はい、へえ、すごいね。それで家の練習はまあ夜中でも、夜中でもできるね。できます。ちなみにいくらするの。これがですね、トロンボーン用が、税込みで24,750円。スタジオ何回分だろう。20回分ぐらい、24回分ぐらい。ああ、それでそうかもしれないですね。まあ1,000円だとしたら、まあ寝起きでも寝る前でもできるんで。寝起きで寝る前、はい、いつもできるんで。これがサイレントブラストね。はい、ありがとうございます。はい、はい、高田先生、はい、こんにちは。こんにちは。じゃあまず生、普通のやつ、はい、見てもらいましょう、はい、それが、とりあえず今イオン中に響き渡ってましたけど、次はこれヤマハ。これ難しいですよね。サイレントバイオリンというのか、エレクトリックバイオリンなのか。これサイレントバイオリン。なるほど。はい、どうぞ。なるほど。全然ちっちゃい。はい、ちっちゃいです。で、これもイヤホンとかつけて聞けるんですね。はい、そうです。じゃあこれは何かにくっつけるんじゃなくて、これだけで音がちっちゃいってことですね。そうです、うん、これはいくらかっつうと、こっちですね、本体で10万ぐらい。はい、これ弓は普通のでいいんですか。これ大丈夫、持ってるやつで大丈夫、はいはい、じゃあこれで家で練習できますね。はい、ありがとうございます。はい、ということで2個用意しまして、あとはこの選手に、サイレントだからサイレントギターです。サイレントギター、はい。じゃあ今のところ、あれさっきのサイレントブラスもヤマハ？全部ヤマハです。今のところ全部ヤマハで来てる。じゃあサイレントじゃない普通のアコギね。はい。はい、うん。ダンジ。じゃあ続きまして。これエレキとかアコギとかあるんだっけ？いえ、アコギはアコギです。エレキはないですね。エレキはない、まあ、全部ピックアップ投げれるんで。なるほど。まあ、フォークギター用とクラシックギター用と、うん、レッグの幅広さが広い、うん、クラシックギター用、3種類です、ね、うん、まあ、チューナーもついてるけどね。してます、うん、今、電池抜いちゃってました、ね、これサイレントギター。そうですね、同じ感じで弾いてもまあ、うん、エレキぐらいだね。そうですね、エレキと一緒か。まあ、構造的には、うん、響くのがなくてるんで、こんな小ささと。
これも、ヘッドホン挿してリバーブとか、はい、チューナーとかも全部ついているんで、はい、入ってます。生っぽく、そうですね、生ではないが生っぽく聞こえると、はい、特に弾きにくいってこともないもんね。そうですね、軽いし、ありがとうございます、はいはい、それは、はい、68,300円税込み、はい、アダプター別売りだっけ。別売りですね、別売り、はい、ヤマハで2200円で、はい、いけます。まあサックスはなかなか難しいから、サックスはこれがエアロフォンがありますんでお家で練習できますよと。続きましてサイレントピアノ、電子ピアノじゃなくて生の普通のやつがサイレントになるってやつですね。これはこの機械をガチャッとつける感じなんですけど、最初に松本先生にちょっと弾いてもらいましょう。普通にお願いします。はい、これがサイレント、全然一言も喋ろうとしないけどこれがサイレントにするには全く無言だ、無言のまま進んでってるこのレバーですね、はい、レバーをガチャッとやると、ほう、すると全く鳴らない。これもヘッドホンでいけるんですね。なるほど、全然ならない。でもこっちで音色も選べるんですね。ピアノ 1,2,3,4,5,6LP1,2 がある、はい、でテンポとかも録音とかもできる、はい、これはちなみにおいくら。10万ぐらい、もうちょっと高い、もうちょっと高いと思う、はい、じゃあこれは調べて、ここ、こんな値段ですっていうのを貼ると。はい、ありがとうございます、今日サイレント系の楽器を紹介しました。以上です。